アレクサンドル・ミハイロビチは、ウラジーミル大公、トベリ大公、プスコフ公、アレクサンドル二世とも呼ばれる。父は、ミハイル・ヤロスラビチ、母は、ロストフ公の娘アンナ・ドミトリエブナ。兄、ドミトリー・ミハイロビチの死後、トベリ大公位を継ぐ。また、ウラジーミル大公にも認じられる。息子には、ヒョードル、レフ、フセボロド、ミハイル、ウラジーミル、アンドレイがいる。 娘ウリアナは、リトアニア大公アルギルダスに嫁ぎ、マリアは、モスクワのセミオン大公に嫁ぐ。1326年に、兄と共に、さらに行く。アレクサンドルが先に帰国した後、兄が、モスクワのユーリー三世を、ウズベク藩の前で殺害。1327年に、トベリにバスカクのチョルハンが到着。その傍若無人な徴収活動に対し、トベリ市民が放棄し、 ョルは殺害される。この機会を利用し、モスクワのイヴァン一世が、ウズベクハンの軍を引き連れ、暴動鎮圧に成功する。アレクサンドル公は、ノブゴロド、そして、プスコフに逃亡した。1329年に、リトアニアに逃亡する。1335年まで、プスコフ公くらいに着く。イヴァン一世の軍事的事行為と、不主教フェオグノストによる、プスコフ氏及び、 アレクサンドル公の波紋を受け、アレクサンドル公は、ジョチウルスへの出頭を決意し、ウズベク藩の元に参上する。ウズベクはアレクサンドルを許し、彼をトベリに帰国させた。1339年に、イヴァン一世がアレクサンドルのことを、ウズベク藩に訴える。同年、再度ジョチウルスに出頭し、そこで、息子ヒョードルと共に処刑される。トベリ行為は、 弟のコンスタンチンが継承した。母アンナはこの後、家臣で修道女となり、生涯殺害された夫や息子たちの魂のアンナを祈る、生活を送ったと伝えられる。ありがとうございます。